ねえ、マサヒコさん、たまにはそっちに行っても。そういえばマサヒコさん、私おやすみなさい。おい、カズシ、これ見ろよ。あ、これ、修正入ってないよ。2組の樋口くんがネット通販で買った裏本だよ。3冊もらったから、2冊カズシにやるよ。え、いいの？じゃあ、これとこれちょうだい。オッケー。お前、エロ本持ってないし、一人でするとき不便だろ。あ、そうでもないけど。リョウト君はいいの？俺？彼女いるし、セフレも3人ほどいるし、やりたくなったら誰かしら呼んでセックスするし。いいな、彼女。何人も女紹介してるじゃん。この前紹介してあげた子、どうした？え、うん、断っちゃった。ごめん。マジか？あの子、お前のこと気に入ってたのに。あんな子、そうそういないぜ。うん、ごめん。ま、カズシ奥手だから、しょうがないか。リョウト君の紹介してくれる子、なんか僕に合わないんだよね。お前、女の好みに厳しすぎ。そんなことないよ。まだ若いんだから、とりあえず一発やってキープしつつ、別のタイプの女を探せばいいじゃん。でも、そんなことしたら女の子にも悪いし、それにリョウト君みたいにモテないしね。そんなことねえよ。鈍感だから気づいてねえだけで、俺はお前に近づきたい女をうまく食ってるだけで、俺なんか。そうだな。それにお前マザコンだしな。の年上の女性、そう、熟女。それも自分の母親と同年代の30後半から40前半のおばさんが好きなんだろ。あ、違うよ。カズシの選んだエロ本、ロリモノじゃなく熟女雑誌じゃん。いや、これはたまたま。まあ、人それぞれのフェチってもんがあるし。俺、若い子も好きだけど、人妻も全然いけるしな。人妻って？特にカズシの母さん陽子さんなんて肌も綺麗だし、すっげえそそるよな。母さん？ああ、子供の時からカズシん家に泊まるたびに風呂場覗いてたけど、あの体つきはいいぞ。体？ああ、やめてよ、母さんをそんな目で見るの。何ムキになってんの？自分の母親に欲情してるのか？あ、違うってば。そんなこと言うならリョウト君のお母さんだって魅力的だよ。ああ、うちのはダメダメ。ああいう女は自分本位のセックスしかしねえんだよな。そうなの？うちのおかんでいいんならやっちまってもいいぞ。え？離婚してるし、欲求不満みたいだから迫ればすぐおまんこ開く。ちょ、やめてよ。冗談だよ、冗談。喉乾いたから何か買ってくるわ。留守番よろしくな。あ、うん。遅いな、リョウト君。はあ。ただいま、カズシ。まだ帰ってないのかしら。リョウト君の家かな。お邪魔します。いたいた。いやー、かわいい寝顔。それじゃあ、硬い、立ってる。夜に立ってるから夜立ちだね。
カズシ、今日もうちに寄ってくだろ。昨日のこともあるし、今日は。なんだよ、昨日のことって。あ、いや、なんでもないんだ。あれ、母さんもう会社終わったの？あら、カズシ君こんにちは。あ、こんにちは。そうだ、ちょうどよかった。カズシ君のお母さんに届けてほしいものがあるの。後で私の部屋に来てくれるかな。え、あ、はい、わかりました。どうしよう。あ、そうだ。え、わーり、俺これから女と約束があったんだわ。え、お前母さんの部屋行って届け物もらってこいよ。俺出かけるわ。え、あ、ちょっと亮斗。じゃあ。